2021年ももう半分終わったし、もうここら辺で一回忘年会しとったらええねん。はい、ということでね、はい、もうね、2021年半分終わりまして、うん、はい、半分ですよ。もうちょっとここら辺で一回忘年しとかないと、うん、やっぱこの来たるべき後半戦に備えられないと。間違いない。頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃう。一回整理しないといけないということで、半年忘年会をやりたいと思います。はい、はい。で、まあ、料理もね、こちら並んでおりまして、こちらね、別の動画で、作ったね、最強級のね、本当にいい料理をね、作ったので、はい、これを食べながら、うい、今日は、はい、まあ、一杯目ビールなんですが、日本酒を、うん、まあ、2本開けちゃおうかなと、はい、いうことで、うん、まあ、日本酒を飲み切るまで忘年会続いていくよということで、はい、はい、やっていきたいと思います。お願いします。はい、ということで早速、はい、開けちゃいますか。おい、はい、はい、で僕らね、はい、飲むのはこちら東京ブラックというですね、なんかこの東京の多分日本の地ビール、うん、このね、ブラックということでね、クラフトビールか、はい、うん、これ面白そうですよねということで、そうですね、黒がね、いいんですよ。うわー、黒い。あー、黒だ。あー、黒だ。全然立たないね。いや、これはね、継ぎ方がうまいんですよ、私の。絶対でも立たないよ、黒コーラ、それ。まあ、多分原因は分かってて、あの冷凍庫でめっちゃ冷やしたのね。あー、なるほどね。そう、これでもどう頑張っても多分立たんわ。多分ね、炭酸が多分そんなに少ないのかな、微炭酸だと思う。まあ、黒ビール自体がそんなに強くないからね、うん、なるほど。そうだね。はい、ルン君。濃そう。手で濃そうだね、これ、うん、普通のより。あれ全然渡ってない。あれあれ、ルン君、それはシンプルな下手くそでは。あれちょっとおかしいな。それシンプルな下手くそでは。9対1でもないよ。9対1でもない。もう99対1ぐらいだ。ほぼ泡なし。はい、じゃあみんな泡なしということで。はい、じゃあ半年忘年お疲れ様でーす。あ、うまっ。あ、うまっ。うまっ。すごい、なにこれ、キリッとしてんね。あ、いいね、苦味が。はい、じゃあね、今日はのどぐろをね、用意してますんで、こちらをね、食べていきまーす。いや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 、詳しくは以下の動画参照で。いや、もうね、やばいからマジで。うん、まーすぎる。うますぎる、マジで。信じられない、耐えられない。あー、うん、あー、最近よく映画見るんだけど、うん、大体洋画なんだけど、やっぱあれ見てると人間の幸せって音楽と食と酒なんだなって思う、うん、マジで。いや、マジでそういう描写めっちゃ多いんだって。間違いない、本当に。マジで間違いない。絶対酒飲んでるし、絶対音楽で盛り上がっとるし、絶対うまいもん食っとる、うん、そうだね。はい、本日はね、もう有名どころのじゃん、千中、千中八作というですね、こちら超辛口の日本酒、僕は飲んだことないですけどね、うん、なんか賞とか取ってるやつですね。で、もう安定の九平治、はい、鴨志人九平治、愛知県のね、やつですけれども、まあこれもね、辛口で美味しいんですさ。さあさあさあ、ということで、なんとビールを飲み終わりましてですね、こっからが本番、はい、日本酒タイム。さっきのビールはぶっちゃけ何の意味もありませんでした。はい、はい、今日の目標はこの2本を、開けるというようなね、まあ、はい、非常に簡単なタスクでございますけれども、うん、ということで今回ね、これを飲むにあたって、もう絶大な助っ人を呼んでおります、はい、こちらビャビャーン、ウニニャー。何、ロビー、なんかロビーも泣いてますけど。はい、まあ、ウニですね。まあ、これがあれば飲めるでしょうということで、はい、はい、これでね、飲んでいきたいと思います。はい、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 じゃあこちらね、高級日本酒ですよ、九平治。はい、はい、いただきます。はい、いただきまーす。はーい、飲めます。うん、美味しい。うわー、うまい。うん、うまい。飲みやすい。ジュースじゃん、これは。やってるわ、いくらでもいけるわ。あー、うまい。うん、うめえ。これとね、刺身なんて食っちゃった時にはもう終わりですよ。今日はもうアクセル全開って感じ。これが幸せ。わぁ、うわぁ、ハムってハムだ。え、なんて言いました。まぁ、
あー贅沢すぎる、これダメだ。誰か贅沢、お店じゃできないこの贅沢。止めてー誰か止めてー罪悪感すごいな。家飲みだからできるこの贅沢なんだよね。これノドグロやばいよ。ノドグロやばい、マジで。あの見てる人が思ってるよりもマジで何百倍も美味しいからね、これ。マジでそう、本当にそう。だからといって気軽にさ、この食べた方がいいですよとも言いづらいじゃん。なんかこれ高い、これが、ね、市場で買ってるやつだし ね。そうそうそう、市場がね近くにあればある程度安くなる。確かにそれだったら ね、お店だとね行くのも大変よ、言うて。いやーやったー、あーやば、意識が。とりあえずちょっとさ、ウニだけ残して、ピーピーピー、あーうまっ、うわー、あー死んじゃう。あーこれもう日本酒飲んじゃったら終わりよ、これ。うわ、これで日本酒飲んじゃったら終わりなんですわ、これ。ウニは本当にちゃん好き、きます。ウニが一番好きだ。でもさ、ぶっちゃけだらさ、全部買っても2万円ぐらいなのよ、うん、これ全部ね、うん、でも高いじゃん、普通に考えたら。でも3人でさ、お店行ってさ、これぐらいの量食ったらさ、2万じゃ絶対つまんないじゃん。あ、まあ、ね、てか、その辺の居酒屋じゃ売ってない、売ってない、売ってないね、マジでうまいから。のどぐろこの量食ったらもうだってこれだけで6000円、8000円するぐらいだから、のどぐろだけでもう2万いっちゃうじゃんって考えると、やっぱね、家でいいものを食うっていうのはね、コスパが非常に高いますね。うん、もうみんなのうちにさ行きたいもん。どういうこと？行って、この、あの料理を作る？そう、作りに行きたいもん、全部私この美味しさを知ってほしい、うん、マジで、うん、今日ダメだ、今日ルン君がダメな日だ。全然飲んでないもん、ルン君。水飲んでる？水飲んでよ。もうダメだ、こいつはもう戦力にならん。だって私2人を当てにしてきたのにダメだって。私もう半分だ。もう半分だ。でも2杯目、2杯目言っても。2杯目ほんと、でも2杯目の2杯目でも口つけてないから1杯目だよ、まだ。ルン君はペースえぐペースえぐ、ゆっくり飲むもんね。あの米、米かき込むかのごとく食ってるわ、飲んでるわ。振り返ろ、うるせえ。年間ディズニー楽しかった。あ、ディズニー楽しかったね。確かに、あれ面白かった、本当に。ずっと笑ってた。え、マジで楽しかったね。ディズニーの撮影、マジで楽しかった。本当に、バカ楽しかったよ。次 C 行こうね。C で、全部回ろうね。レストラン。あ、レストラン。僕でも、この前ルン君と一緒にセンターオブジアース乗るっていう企画もあるよ。センターオブジアースがないのか。え、でもセンターオブジアース乗ったことないでしょ。ないないない。僕ずっとあの本当に今まで高校からあの友達とかいろんな人と一緒に行くときに、うん、絶対誰かセンターオブジアース乗ろうよって C みたいなの言うの、ね、まあ言うよね、ファストパス乗るからって言って、うん、で僕はさりげなく影から見守りながら、うん、おーおーって思いながら最終的に全部逃げ切ってきたあのね、パワテラよりは全然マシ。あ、ほんと？でもパワテラはどうなの？まあでもまあどっちも、まあでもまあ、いや私パワテラの方が絶対嫌だ。あ、まあでもふわっとするからね、うん、パワテラは。え、でもルン君もふわっとがダメなんでしょ？ふわっとがダメ。え、ってかこいつでもゴーコースターで叫んでたからふわっとじゃないよ。あの、ただシンプルになんか絶叫系が苦手なんで。でかいとこ全部ダメ、基本的に。行ったら乗らんといけんと思うんだけどね。あ、まあ、それは、それはそうです。もしかしたらね、乗ったら楽しいかもしれないからね。行ったら乗ってるからさ行ったら乗ってるからさ、センターオブジアース。センターオブジアース面白いけどな。俺、子供時代にさ、小学校ぐらいの時は俺、絶叫絶対乗れなかったんだよ、うん、めちゃめちゃ嫌いで、うん、もう、全く乗れなかったんだけど、うん、お母さんたちとあのディズニー行った時にうん、もう兄弟全員乗れなくて、お母さんが一人で、じゃあ、お母さん好きなの、絶叫大好きで、うん、誰も乗りに行けないってなって、うんうん、ファストパス取ったんだけど、俺らがすごいごねて、うん、子供が、じゃあ子供置いてお母さんが乗りに行ったんだって強いな。で、それを見て、俺やっぱなんかちょっと長男心が出て、うん、もうその勇気を振り絞ってお母さんと一緒に乗ったんだよ、うん、後で追っかけてバーッつって、やっぱ俺も乗るわっつって、お母さん一人にできないと思って。そうなんだ、偉いね。偉いでしょ、うん、で乗ったら最初から最後までこうやってやってたずっとこうやってやってた。何に乗ったのそれは。インディ・ジョーンズ
あ、インディ・ジョーンズ。インディ・ジョーンズ。で、それが俺が初めて乗ったインディ・ジョーンズだったの。あー、なるほどね。で、ずーっとこうやってやってたの。こうやって安全バーって、こうやって、ずーっとこうやってやって、ずーっとこうやって揺れてて、あの、カメラ撮るところでもずっと俺こうやって。でもあれ、小ちっちゃい子からしたら確かに怖いよね。いや、怖いよ。めちゃめちゃ怖いでしょ。あれさ、もう雰囲気がだって恐ろしいじゃん、子供からしたら。あの、幼稚園か小学生ぐらいの、小学生のちっちゃい時ぐらいにインディ・ジョーンズ の、うん、あの映画を見て、うん、めっちゃ怖くて、マジで。あー、わかるわかる。確かに、あれ怖いね。怖いよね。なんかどのシリーズかわかんないんだけど、なんか檻の中に、うん、あのなんか平たい檻の中にこういう大の字で男の人が閉じ込められて、なんかこうだんだんとこのなんか溶岩のところに沈められるっていうシーンがあったの。なんかじわじわ系多いよ。なんかめっちゃ怖いじゃん。しかもなんか心臓えぐり取られるみたいなのもあるし、いやめっちゃもうインディ・ジョーンズ自体が怖いんだ。描写怖いよね、本当に。なんか嫌、本当嫌がらせって感じの描写多い。そう。でもこの前さ、ディズニー行ってふと帰り道でさ、あの絶叫でめちゃくちゃ叫んだの急に恥ずかしくなった。だこいつが叫んだのだって5歳児向けのお前絶叫ではない。でんでん虫コースターみたいなやつでさ、ずっとうわーうわーうわーって言ってんだよ、ずっと。だって怖いのよ、高いとこと早いの。いや、速くないみたい。速いよ、あれ車より速い。時速30キロぐらいだよね。そんな手上げてもうわーうわーうわーみたいな。あの緩やかなところだけ手上げて、あ、そう、降りるときはうわーってやって、そこから上がるってなったときにわー。何作ったんだい。馬刺しユッケ。あー、馬刺しユッケ。それは俺が昼に精肉店に行って買いに行った馬刺し。うわー、ありがとう。やばいねこれ。割っちゃいますよ、じゃあ。どうぞ。やばくないこれ。やばいよ。パカリーン。うぃー。パカリン、パカリン、パカリン。あー、めっちゃー。え、これもう、何、そのまま食っていいんですか。味付けてあります。味付けてあるんですか。うん。本当に味付けれんの、ロン君。すごいね。動画見てきた、今まで。え、すごいね。うわ、エッチだなー。いただきまーす。いやー。いただきまーす。やらかうま。やらかうま。いただきまーす。うまっ。味付け天才。これはうまいわ。味付けマジで天才。これにちょっとさ、ネギ生姜ニンニクとかつけちゃったらさ、終わりじゃない。ニンニク入ってるよこれ。やばいやばいやばいって。エマージェンシー。エマージェンシーです。馬刺しを用意します。やめろって。あー、もうダメだ。なんでそんなことするんだ。ウニ乗せます。やめろって。ええ、マグロも乗せます。あ、逃げた逃げた。で、ネギ生姜ニンニクを添えて、これをちょっとだけ浸して、わーうわー、やっつうわ。アカデミー賞。あー、お願い、マイメロディ。見るもでポン。わあ、見る見る見るもでポン。ちょっとこのあれでちょっと話したいことがあるんだけど、はい、あの視聴者さんに向けてなんだけど、はい、この間のあのディズニーの時にさ、視聴者さんに声をかけてもらったの。あ、そうだね、声をかけてもらったわ、うん。あ、ルン君いなかったけど、その話をちょっとやめてほしい。ちょっと悲しくなる。ルン君がいない時に、俺とミノリンがいた時に、あの声かけてもらったんだよね。私さ、初めて会ったの。アツシ君はね、結構あのディズニーで声かけてもらえてるみたいなんだけど、うん、私、ミノリンさんですかみたいな感じで声かけ、うん、声かけてもらうのがマジで初めて。そうだね、びっくりしちゃって。そうだよね。めっちゃびっくりしたの。もうびっくりしちゃった。あの、アツシさんとミノリンさんですよねって言われて、いつも動画見てますっつって、まあ今このご時世だから、あの声かけさせてもらっただけなんですけどっつって、応援してますっつって、もう私もうびっくりしちゃって。だってびっくり、だってさ、2人ともマスクしてさ、かぶり物もしてさ、そう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 、ねえ、そう、全然どう気づくのっていう感じだったのね。未経験も着てないし、着てない着てない、普通の服だった、うん、で、私も
別にね、そうなんかね、ね、動画に出てるような格好でもないから、うん、よう気づいたなって毎回すごいよね、視聴者さん。マジびっくりした。よう気づくよね。マジびっくりした。めっちゃ嬉しかった。バカほど嬉しかった。びっくりしたって、びっくりしてるっていう反応しかできなかったけど。マジでびっくりしたね。マジで嬉しかった。嬉しい。ね、るんくん。ね。ね、その多分その視聴者さんは僕のこと知らないんだ知らないんだろうなっていう意識の中でいるしかなかった。絶対知ってるけどねまあ知ってるだろうけど、絶対して私のこと知ってるんだったら絶対ルン君のことも知ってるけど、うん、その時アイスをね買いに行ってもらってたから、うん、パシってたから。絶対でも視聴者さん的に俺とみのりんがお忍びでデート来てるっていう謎の感じだよね。なっちゃったかもしんないけど全然そう見えちゃう、あれみたいな全然撮影したんだよ俺やべえ場面目撃しちゃったかなみたいな。でも全然、でも見つけたら声かけてほしいよね。めっちゃ嬉しかった、ね、本当に嬉しかった、ね、ありがとうございます、ね、そんなこともあったんですか。めっちゃ嬉しかった、うん、本当に嬉しかったっていう話いい話よかったありがとうございました。忘年会だね。これは別に忘れたくないけどね2本目だ。開いちゃったよ。1本目もう開いちゃったよ。待ちきれなくてビール飲み始めちゃった俺。2本目の、香りはすごくね、癖もなさそうな感じで、うん、非常にすっきりした感じの、多分こっちの方が味わいがありますね。飲みやすいかも。あー辛口だ。あ、これでもすごいすっきりしてる。これ熱感うまいんだって。熱と味全くもうこれやばいわ。マジこれあのこれめっちゃうまくない？うまい。これはうまみかなり強いね。いや、じゃあ私がね、私が魚入れたの。あ、いや届かない。いや、嘘でしょ。もう一生取れんだよ。うま辛。飲みな、ルン君も。これ、うん、多分ルン君好きだと思うよ。これはね、本当結構万人受けするんじゃないかな。辛口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 。これ絶対好きだわ。あ、うめえ。マジでうまい。これうまい。この辛みは。この辛みいいね。やばい、多分うちら多分完全に戦中八策肌です。間違いない。飲めない。僕が飲むから大丈夫。僕が飲むから。うるせえ。飲んだね。大丈夫。僕は本当に飲む。僕が飲むから。待って、撮ってる？撮ってるよ。まだ飲んでちゃう。はい。じゃあ、あのね、配信をちょっと挟んだんですけど、はい、まあ見事にボスは死んだので。死んでない。死んだのね。まだ生きてる。最後ね、うん、死んでない。ルン君が痛い。大丈夫？お指打った。一番痛い。これしかも多分配信で映ってないよね。映ってない。3本目マスミ。お指打った。飲みます。ルン君がさすがに奥が飲まない。俺が飲め。はい、ダメよ。だってもうアツシさん多分もう俺が飲め。アツシが飲めないよ。本当にきついと思う。飲めねえ。はい、もう限界来てますけど。まだ飲めねえ。はい、本当にありがとうございました。もういつも皆様本当に感謝しております。本当に私も最後残ってるんで一緒にいます。動画を見てくださり本当にありがとうございます。もうそれだけは常々忘年会ということで、はい、本当に感謝を忘れずにこれからも頑張っていきたいと思いますので、2022年もはい本当によろしくお願いいたします。お願いします。2021年の後半ね。いやもう2022年もね、もう気持ちは2022年ということで、うん、はい、まあ、また忘年会やるかもしれませんけども、その時はまた新しい気持ちでやっていこうと思いますので、本当にこれからもよろしくお願いいたします。お願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまー。いただきます。はい、ありがとうございました。ということで、あつしんじょ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。高評価、コメントぜひ本当によろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。これからも頑張っていきますので、うん、よろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとう。バイバイ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 。はい、バイバイ。いや、酔っ払ったふりも大変だぜ。嘘つき。まあ、酔っ払ってないけどね。